はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。今回はですね、ブルメイスタ細クワガタのですね、現状を報告したいと思います。ですね、全部、とりあえず、繭にはなりました。繭にはなってですね、こっちが、ちっちゃいのがメスなんですけど、こちらはもう、振ったら、中でコロコロと転がる感覚があるんで、軽く振ったらですね、マジでもうさなぎになってます。ということは、羽化までは、まあ、割かし強い、早いんじゃないかなと思うんですけど、こいつがまだ、これオスなんですけど、まあちょっとそう軽々感覚がしないので、まだ全容だと思います。なので、浮かずれ結構するかもしれないですけど、なんか1年ぐらい生きるっていう話もあるんで、ちょっと、まあどうなるかなと思ってやってるんですけどね。まあこいつは面白い種類ですよ。あんだけユニークな姿をしといて、繭作って、全容で半年近くいるっていう話なんでですね。実際こいつも結構長いんで、まああと一月もすれば多分、なるかなちょっと、あれなんですけど、あまり浮かずれしないようにですね、やっていきたいと思う。ちょっといろいろ工夫しながらやっていきたいと思います。それではですね、ブルメイスタ細クワガタの、現状報告を終わります。